恋人いるのにクリスマスをこんなところで過ごさなければならないというストレスから、ライブ会場で暴れ回り、ストレスを込めた花火を夜空へ打ち上げたサンジョちゃん。幸運なことに、その花火に気づいたヘリに救助され、この感染者地獄からもおさらばと思われたが。はい、帰れませんでした。いや、まさかヘリのパイロットがすでに噛まれてて、操縦中にゾンビ化するとはね。ゾンビものによくある展開だったね。ユカレイさんのサポートがなければ、あのまま墜落するところでしたよ。マジ、噛まれたくせに、運転なんかしてんじゃねえよ、あのパイロット。マジぶっ殺す。噛まれたら乗るな、乗るなら噛まれるなだね。そして、本当にぶっ殺した三女ちゃんなのでした。ところで、だいぶ変なところに来ちゃいましたけど、ここから、親戚さんとの合流ポイントっていけそうですか？ちょっと待ってね。検索中。検索中。ふむ、この先の湿地帯を抜けていけば、なんとかなるかもね。ただ、湿地帯はぬかるんでる場所多くて、移動速度は遅くなるし、林が邪魔で見通しも悪いよ。進むなら十分注意してね。まあ、進むしか方法なさそうですし、しょうがないですね。しかし、こんなところにも、感染者いっぱいいるもんですね。あんまり進んで住みたいとは思えない立地だけど。感染者から逃げてきた人たちなのかな？ああ、パイロットと同じで、噛まれてた奴がいて、一気に増えた系ですかね。ほんと迷惑ですよね。噛まれたらさっさと自害しろっての。と、そういえば、私たちは攻撃受けても感染しないのは何でだろう。まあ、簡単に言えば主人公補正だね。感染しない体質みたい。ほう、さすが私。このおっさんたちと同類って考えるとなんか複雑だけど。本当に、見通しが悪くて進みづらいですね。少しずつ小屋を経由して進むのが無難か。あそこ、雑貨屋みたいだね。ダイナミック入店、全商品 100% オフ。あ、レーザーサイトだ。モーライ。来たー！この私が入るや否やお店は大繁盛。私にこんな才能があったとは。そりゃ全品 100% オフだからね。己主戦力どもに、ただより高いものはないということを教えてやる。リローディング。リローディング。リローディング。ちっこいおっさんが、待ち伏せしよう。今です。孔明の罠。デブ発見。この先に強制ラッシュイベント会場があるよ。内容は、ボートをこっちの岸へ移動させる機械の音で奴らが集まってくるというもの。ほう、結構ここで殲滅すること多いから気をつけてね。ただの耐久ラッシュならちょろいちょろい。それなりに物資もあるし、建物もあるから、籠城戦とされ込みましょう。まあそれが一般的な攻略法だね。これっすか。いかにも動かしたら、大きな音がしそうな装置ですね。もうちょっと探索しましょう。と言っても、アイテムいっぱいだから、そんなに必要ないけど。お。ガソリンタンクゲート。キュピーン！この家が良さそうですね。私の勘がそう言ってます。うん。大体みんな、この家をこもるのに使うね。奥に部屋があるから3吐かれても避難できるし。おお、誰が吊るしたのやら。チャーチャーを吊るすとは、なかなかの強者がいたみたいだね。ほんじゃま、スタート。ダッシュダッシュ。急げ。
おいおい、チンたらしてんなよ、おっさんども。着火。火炎瓶2本あるし余裕っぽいね。当然っすよ。もう一波ぐらい来そうな予感。来ないか。やっぱ来た。着火。ほっ、予感的中だね。いやしかし余裕でしたね。まあここは沼地に入る前の前哨戦だから、ここからが本番だね。靴とか汚れるの嫌だな。さて、収まったので、さっさと行きましょう。地味にこの初期武器マシンガン、好きですわ。命中精度いいし。これってボートなんですか？渡る用の武器？よくわからないね。汚ねえ川ですね。そこが全然見えない。てか、めっちゃお化け出そうな雰囲気。よくこんなところに住んでんだ。霧は出てるし、水質悪いし、天気も良くないし、虫はいるし、湿度高いし、足元ぬかるんでるしで、全くいいところがないね。行きたくねえな。行きたくなくても行くんだよ。到着と同時に特殊感染者の声。で、ここでスピッターの3がまずい。わあ、あれ、どうやらこの浮き方は結界で守られているようだね。ほう、ラッキー。やべ、ラッシュだ。ラッシュってほどでもなかった。ピョン。なるべく水たまりには入りたくない。動き遅くなるしね。ロックオン。ドン。ついつい撃ちたくなっちゃうやつ。良い子のみんなは真似しないでね。リロード。Reloading. お、スナイパーか。全然当たらん。パスしても冷静に狙える人向けだから、サンチョちゃんにはあんまり向かないかもね。自分でもそう思います。はあ、しゃあない。濡れずに進める道もあるんだけどね。うえ、気持ち悪い。マジで見通しが悪いっすね。でも、セーフハウスはもうすぐだから頑張って。てか、
今回タンク出ませんでしたね。そういう日もあるさ。チッチ対タンクは足元的にかなり脅威だけどね。キュピーンとか。お、あった。やっほー、よし合流。お疲れさんジョちゃん。そっとじ。最近は撮影の時しかやってないね。安定と信頼の AK。でも、もし足を滑らせたら。一応ゾンビじゃなくて、感染者ってことになってるから、死んだわけではないのかな。ラインマンのくせにデビルバットゴースト使えるのか、かっこ困惑。何が問題なんですかね。